はようございます。ジャン君、はい、ジャン君ずっと甘えてますが、今日はだいぶ寝坊してます。今8時過ぎました。もうこんな時間になっちゃいました。まあというのも、クロケンパパの場合はお祭りの準備とかに肉体労働を結構3日続けてやったので、だいぶドロドロに疲れているのと、葵ママさんはパートが始まって2日で疲れております。そして今日はジャン君余計をしているのは、はい、左手見せてください。あ、これ黒い上に黒い手袋が見えてて分かりにくいです。指抜きの手袋、これ100円ショップで買ってきました。これ買ってきたのはだいぶ前なんだけど、寝る時につけるのを忘れることが多くて噛まれてます、うん、2回ほど噛まれて手が動かないほど腫れました、うん、ジャン君、あなたそんな風に噛んじゃダメでしょ。甘がみっていたでしょ。ということで今日は噛まれた、うん、これをつけたら噛まれないんだと思います、うん、レモンの汁とかをこすりつけといたらもっといいのかな酸っぱい匂いさせたらね。ジャン君、もう噛まないって約束しませんか。ジャン君の唾液に結構毒素があるんだと思いますよ。ジャン君、はい、はい、おいで、はい、はい、おいで。そろそろ起きなくちゃ、8時だよ。はい、はい、こんなに寝坊するから噛むんだよって言ってるんだよね。起きてよ、起きてよだから5時に起きてよって言ってるんだよね。だって僕が寂しいじゃないかって言ってるんだよね。でも、だいたいさ、夜中とかさ、朝方に噛んでさ、自分は寝るんだよ。痛って言ってね、気を止めてね、これの時、ちょっと前の時大変だったね、腫れ、小指がね、パンパンに腫れたよ、ちゃんくん、そして左手動かないくらい全体的に腫れて、手首以上まで腫れたんだよ、ちゃんくん。もう動くようになった。パートやってる間にだんだん動くようになった、うん、1回目のパートの時に帰ってくる、うん、その時はまだ噛まれたけど、そんなにシワいっぱい出たけど腫れるところまで行ってなくて、薬塗ってバンドエイド貼って行って、そこで普通に水仕事とかも全部やって、で帰ってくる途中にだんだん腫れてきて、自転車のさ、あれがギュッてできなくって、お、乗れないって、うん、お家帰れないってだんだんなってきて、大変だったの、ジャン君。この手袋が効果がありますように。さあ、うん、頑張るよ。クシュクシュクシュ。ポンちゃん、はい、声出てないよ、パンちゃん。はい、パンちゃん、ポ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 ンちゃん。Check.